そうなんですね、まあ、その中で取れて結果大きなプレーにはなりましたねと振り返ってくれました、はい、今日のリポート空振り三振、最後はインコース150キロというボールが来ました。高めを捉えてライト方向だが前に出てくる若林が最後を抑えました。スリーアウトです。追い込まれた柳町、変化球詰まりました。セカンド待って取る殿崎、平等部でマウンドが変わっているのでしっかり確認しながらスムーズに入っていきたいと話していました、はい、現在チーム3連敗という状況のライオンズ、その中でエースとしては褒めなければいけないんですけど、これは引っ張った格好になってファーストゴロ、スリーアウトです。打たされないように打つボールを個人でしっかり定めていってほしいということです、はい、高めから落ちました。あっとファースト、これはうまくさばいて、そしてベースカバーに高橋コーナー先に入りました。陽川がファインプレーです。いい反応しました陽川です。まあ、守備内外野ともにできる陽川、昨日はサードからファーストで最後回りました。今日はファーストで奥ボール空振り三振、最後は外が落ちていきました。人もうまく対応したから捉えるという。ここはサードを流し打ちましたがサードゴロになりました。今日は佐藤一人でも多くという気持ちは強いでしょうか、はい、ここはインコースまっすぐ見逃し三振です。最後はいいボールをここは柳田決められてしまいました。エースのギリギリ通してきました高橋コーナーです。また内寄り構える、空振り三振、151キロストレートで三振、2者連続の三振で村大地サードチャージ、ピッチャーの前に転がる、二塁だ、一塁、二塁アウト、一塁セーフです。ここはちょっと正直なバントになってピッチャーの目の前、送りバントは失敗に終わっています。ワンアウト1塁です。ここでセーフティーだ、サードが参る、レシーアウトです。落としてきた、空振り三振です。僅差の試合になっていますから、この後も先頭バッターをしっかり打ち取って我慢して投げ続けてほしいと話しています。はい、センターへ、左中間へ追いつきました。フルトゥーストレート打ったがセカンドゴロになった。この先一塁へ、スリーアウト。ここは高橋コーナーの方が踏ん張りました。二塁一塁ホークス